米インテルは7日、現地時間、KBL-G、カバイレーク G の開発コードネームで開発を続けてきた AMD GPU をパッケージ上で統合した CPU を ACE 現コアプロセサースをイズラデオン RX、ベガ M グラフィックス以下、KBL-G として第8世代コアプロセッサの新製品に追加した。コア i7 から8809G、コア i7 から8709G、コア i7 から8706G、コア i7 から8705G、コア i5 から8305G という5つの SKU から構成されている新製品は AMD の最新 GPU、Radeon RX、Vega M Graphics と 4GB の HBM にメモリが、インテルの開発したパッケージング技術、イミブにより、CPU と同じパッケージに搭載されていることが、特徴となる。より効率よい熱設計が可能で、CPU と GPU を別々に搭載する場合に、比べて実装面積を小さくすることができるメリットがある。